太平洋クラブファンの皆さん、こんにちは。太平洋クラブ益子 PGA コース支配人、そしてプロゴルファーの上田博です。今回もこの益子 PGA コースの攻略法について説明したいと思います。今日は11番ホールパー3です。で、見ていただいた通り、このホールだけ唯一グリーンが2つあります。で、今日は右の方のグリーンにピンが立っていますけれども、メインは左のグリーンになります。で、このホールで注意をしなければいけないのは、ちょうどグリーンとグリーンの間の手前のところのバンカー、あのバンカーはできれば避けたいバンカーです。なんで避けなければいけないのかというと、グリーンまでの距離が長い。で、あと、特に何があるわけじゃないんですけれども、距離が長いバンカーショットというのは、トップしてみたりダフってみたりで、かなり、難易度が高いです。ですから、入れるのであればグリーン周りのバンカーっていうところなんですけども、できればバンカーには入れたくないです。なので、おすすめは、グリーンとグリーンの間、が、一番安全かなと。ですから、左のグリーンの場合は、少し右狙い、右のグリーンの場合は、もちろん右バンカーがあるわけではないので、右狙いでもいいのかもしれませんが、どちらかというと、真ん中狙っていければいいのかなというふうに思いますが、あまり自信のない方は、グリーンとグリーンの間狙っていかれるといいと思います。はい、グリーンにやってきました。見ていただいた通り、グリーンは2つありますけれども、このグリーンは両方とも傾向は同じです。今左サイドから見ていただいてますけれども、グリーンの手前からどちらかというと左に曲がりそうに見えるんですけれども、このホールも10番ホールと同じように、クラブハウスがホールに対して左側にあるんです。ということは、傾斜がまだ残っています。なので、グリーンの手前からパターをする場合は、少し左に曲がりそうに見えても右に曲がる可能性があります。で、左サイドからのパターは少し早いです。見た感じはそんなに速いように見えないんですけれども、打ってみるとびっくりするぐらい、ボールが転がってしまうことがあります。で、逆に右サイドから打つと意外とボールはそんなに転がっていきません。それを覚えておくと、10番ホールでもお話ししましたけれども、錯覚をするのはこの10番11番です。で、ここで錯覚をして、その後のホールで、グリーンが読みにくくなってしまうということがあるので、この11番ホール、手前から左に曲がりそうだけれども、あまり、左に曲がらず、もしかすると右に曲がるかもしれないということを覚えておいていただければ、次のホールからの攻略法もとても楽になると思います。